なんじゃ TV。 せーの、よいしょ。久慈琥珀博物館。琥珀って綺麗だよね。なんか神秘的。久慈市には琥珀を使ったおしゃれなアイテムがあるんですよ。え、それってなんじゃ。答えはこちら。下田さんは久慈琥珀を使ったネイリスト。これって他ではないよな。そうそう、市内にはクラフト作家さんが作った綺麗なアクセサリーもあるの。久慈琥珀さん。